北条春八5月18日から1974年5月30日は、日本の政治家。東京帝国大学卒業。貴族院死者区議員。参議院議員。死者区。妻は、死者区馬りま順の娘、勝子明治24年5月18日に、元河内佐山藩主、北条氏行の4男に生まれる。大正2年。 学習院高等学科を卒業。大正5年、東京帝国大学農科大学林学科を卒業。提出林や管理局技師となり、後に技師に昇進する。基礎支局や東京支局に勤務した。大正14年、矢部健吉の死去により、家督を相続する。昭和14年4月、貴族院死者区議員に当選する。日蓮召集を進行している関係から、 総価学会にも関わるようになり、総価学会文化部顧問に就任する。昭和31年7月8日、第4回参議院議員通常選挙に、全国区から総価学会系無所属として、立候補し、辻掛と氏、白木義一郎と共に初当選する。公明政治連盟を経て公明党に所属し、その間、参議院法務委員長に歴任する。 昭和49年5月30日死去。兄治三むの子であるなを養子に迎えた。ありがとうございます。